今回の動画では今までにいただいていた私たちの馴れ初めに関する質問を総まとめにし、私たちの出会いから結婚までの話を取材を受けている風に話していきます。まずは2人の出会いについて教えてください。じゃあ先にお願いします。2人の出会いか、まあ、出会ったのは東京で、その時は友達のね紹介で知り合ったよね大学ので、普通にそこから連絡取ってて、まあ、じゃあ一回デートしてみようかっていうことで、ハチ公前の渋谷でね出会ったのが始まりの始まりだよね。そうだね、俺はもう本当に出会った瞬間覚えてないんだけど、その後ちょっとこう明治神宮前のあたりを散歩したの覚えてるけど、初めて見た瞬間は全然記憶にはない。あ、そう、ない。俺覚えてるよ、なんか遅刻してきたじゃん。マジで知らなかった、遅刻して知らなかったで覚えてない遅刻してきて、なんか夏なのにさ、長袖のシャツイタリア人だから着てて、ね、イタリア人だからそう、暑そうだなと思って見てた白いシャツ着てたの覚えてる。そうで、半ズボン履いててね、確かに。もうちょっと詳しく話すと、その時私はちょうど海外で働いてて、22歳かな、で、あれは24歳で日本の大学院に通ってて、はい、で、私はちょうど一時帰国してる時に、まあ、知り合ったって感じだよね。そうね。初めてのデートはいつですか？すみません、初めてのデートはいつですか？なんか初めてのデートはなんだこれもう2016年の夏の5月くらいに出会ってで、まあ、連絡して、その後すぐ会ったから、多分5月の後半くらいだよね。付き合うようになったのはいつからですか？付き合うようになったのは2回目のデートなんですよ。1回目のデートのあと3日後ぐらいに2日目のデートをしませんかってなって、その時に、まあ、居酒屋でなんかお昼のなんていうのランチやってる居酒屋で告白してくれて付き合うようになったよね。確かに超早いよね。でも2回目、2回目よ。もうまた海外に逃げること知ってたから、逃げるって言い方やばい、逃すと、ね、あの簡単にこう告白できないと思ってちょっと慌てて告白しました。遠距離になると分かっていましたが不安はありませんでしたか？無理なかったよね、精神的にこう付き合ってたから。遠距離後すぐに日本に帰って同棲をするようになったと言っていましたが、不安はありませんでしたか？まあ、私は最初すごい不安だったよね。だって遠距離じゃん、わかる？そうね。出会って2、3ヶ月しかデートしてなくて遠距離になって、いきなり1年後帰国して一緒に住みましょうって、なんかちょっと詐欺っぽいじゃん、なんか。こいつ騙してんじゃないかなみたいなそんなわけない。日本にさ住むとこないからさ、まあ、ちょっとこいつ連帯保証人にしとけばなんかあくまで逃げてどっか行けるわみたいな。すでに保証人いたからそうってなってたんですけど、まあいろいろ考えた結果、そのね、2人で家賃半分にすれば東京に住むんだったら安いし、そう、ね、まあ今後長く付き合うんだったら、まあ、このステップもいつか踏むから、ね、まあやってみようかなっていう。そうだったよね。まあ親をちょっと説得させるの大変だったけどね、こううまくごまかして同棲生活は合計すると何年くらいでしたか？同棲生活2年かな。2年だよね。ちょうど2年のアパートの契約の満期に2人とも出たから2年ですね、はい、ちょうど2年でした。はい。なんか毎日こう一緒にやることあったし、仕事ね、終わったらもう一緒に出かけたりしてたから、あの会うための時間無駄にしてなかったじゃん。そうね、別々に住んでたら、じゃあ土日空いてる、じゃあ一緒になんかしようねみたいなスケジュール合わせなきゃいけなかったけど、住んでたからね、特にこう、時間もね、東京のような大都会ではもうすごい時間使うじゃん、その会うためだけに、そうね、それはすごい点だった。2人とも就職活動するときになんかお互いこうあれの日本語のチェックしたりだとか、なんかね、助け合ったりすることもすぐ近くにいたからできたから、はい、すごいいい経験だったね。同棲中に結婚を決めたとおっしゃっていましたが、何か結婚したいと思うようなエピソードや出来事があったのでしょうか？もうこれめっちゃ聞きづらいけど、なんと言った同棲の前からもう結婚したいと思って同棲してた、それとも同棲中に結婚したいなと思った？
前からなんとなくいつか誰かとできればいいなと思ってたけど、あ、それ別に俺じゃなくてってことね、漠然とした感じで ね、だから同棲し始めたらやっぱりなんか結婚したら今とは何も変わらないと実感したから、もう一緒にこう住んで普通に家族立てて何も変わらないと思ったから結婚した方がメリットが多いかなと思って、いつか結婚したいと本格的に思い始めたね、うん、なるほどね。まあそれちょっとなんか本当のこと言うと、なんかまあいろいろあれのね、家族の事情だったりとか、まあ、私のいろんな諸々の事情があって、まあ、お互い生活するんだったらイタリアに行った方がいいんじゃないかっていうので、まあ、話し合った結果ね、そう、結婚を決めたんですけど、ね、結婚を決めてから結婚まではどのような感じで過ごされていたのでしょうか。結婚決めたのがちょうど2019年の5月とか6月とか夏あたりだったよね、またね。そうね。で、そこからじゃあどういうふうに計画を立てた方がいいかっていうのと、まあ、お互い仕事してたので、うんうんうん、その仕事をまあどうするかとかね、会社にどう相談するかっていうのを話して、でちょうど2019年の8月かな、アパートもちょうど満期が2年の満期が来る時だったので、その時に一緒にアパートはまあ出て、あれがねそのあとすぐにイタリアに帰って、私はまあお金貯めなきゃいけなかったので、うんうん、まあ、実家に帰ってお金を貯めるっていう感じだったよね。そうだったね、確かに、うん、イタリアでお二人が合流してから結婚式をするまではどのような流れだったのでしょうか。1月の半ば後半からイタリアに来て、そこからも結婚するまでの手続きをね、もうめちゃくちゃ急いでしましたよ、ね、しかも大使館、領事館、そうだね、ミラノ領事館、ミラノだったね、うん、だから毎回3時間ぐらいこうかけて電車で行き来してて、で当時は確かに実家に住んでたよね。そう、あれの実家に住んでた、はい、で、まあ、そこで、まあ、領事館に通いながら必要な書類を取ったりだとか、うん、まあ、今住んでるところの、まあ、市役所とかに行って、まあ、同性カップルが結婚するために必要な、なんかね、いろいろ、ほんといろんな手続きがあるんですよ。もしなんか知りたい方いたら、まあ、動画にしようと思ってるんですけど、もうめちゃくちゃいろんな、ね、手続きがあったりして、なんか一つエピソードあげると、なんかその日本って同性婚 OK してないじゃないですか。だけどそのイタリアでその同性婚するためには、その私が日本で誰とも結婚してないっていう証明書を提出しなきゃいけなかったんですよ。で、まあ、もちろん女性と結婚してないので、すぐに女性と結婚してないっていう証明書を発行できるんですけど、私たち同性で結婚するので、まあ、その市役所からは、じゃあ、まあ私あっちよが日本で男性と結婚してない証明書も必要ですって言われたんですね。でも日本ではそもそもそういう法律がないので、どうやってもその証明書を発行することができなくて、私が同性と結婚してないっていう証明書が、法律にないものをもう書類にはできないから、わざわざこうミラノ領事館の人にこう、ね、メールを書いてもらって、日本でまあこういう同性カップルのなんかシビルユニオンとか、ね、同性婚という制度がないから、もう確実にこのアッチオという人物は、まあ、日本で同性と結婚している可能性は限りなくゼロですみたいな、ただのメールだったね。そう、書いてもらってみたいな。日本ではもう同性婚できないから、もうできるわけないという内容のメールだった。まあでもそれにも時間かかってるね。2、3週間くらいかかって、もう本当に時間かかったんですよ。ね。後から考えると、特に難しい手続きはなかったけど、毎回なんか、そうそうそう、プラスでやらないといけないことは現れてきてたね。ちょっとめんどくさかった。いろんなステップあった。あとちょっとお金もかかったしね、書類の、うん、あれでね。あとは自治体によってそういう制度が若干、ね、うん、違ったりするので、それも分かるのに時間かかったし、そうだね、あとはこの今住んでる家の準備、あ、そうだね、修復までは言えないけどちょっとした工事になったから、そこにもちょっと時間かけてきたね。そうそう、いや、なんか今回はね、ちょっとこんな感じで私たちの出会いから結婚までのもう全部ちょっと、もう簡単にすごいざっくりですけど、はい、話してみました。前にちょっとねシリーズ化してたのがあったんですけど、ちょっとそれがね途中で終わってしまってたので、ちょっと本当に申し訳なかったです。すみませんでした。もっと詳しいことがこういうとこ聞きたいなっていうのがあれば、コメント残していただければ、はい、質問でも答えますし、あとまあ動画化できるようであれば動画化していこうかなと思っております。ご清聴ありがとうございました。はい、ということでこんな感じです。はい、はい、ではまた次回のビデオでお会いしましょう。じゃあね。
跡地のダモール。